今日はあの中3キロかな、はい、今日 の、 あの意気込みをちょっと聞かせてください。まあ、中学校生活最後の大会なので、はい、目標タイムを目指して精一杯走って、はい、まあ、楽しみたいと思います。そうですね、はい、あの今日はあの沿道からの制限もたくさんあると思いますので、はい、一生懸命頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、はい、どうもお疲れ様です。今日の3キロの自己意気込みなどを聞かせてください。はい、自己ベストを出せるように頑張りたいです。はい、今日はあの沿道から制限もたくさんあると思いますので一生懸命頑張ってくださいね。はい、はい、頑張ってください。はい、どうもお疲れ様ですね。はい、今日 の、 あの3キロの実況のあるいは目標があったら聞かせてください。話されないように粘ってレースをしていきたいと思います。はいはい、今日はあの沿道からの制限もたくさんあると思いますので一生懸命頑張ってね。はい、はい、ありがとうございます。どうもお疲れ様です。はい、今日の意気込みあるいは自分の目標などもちょっと聞かせてください。はい、最後まで走り切ることを目標にしたいと思います。はい、今日はあの沿道からの声援もたくさんあると思いますので、まあ、あの一生懸命頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日の意気込みあるいは自分の目標などを聞かせてください。はい、まずは、はい、まあ、3キロを12分以内に走り、はい、全部走り切ることを目標にします。はい、今日はあの声援もたくさんあると思いますので一生懸命頑張ってね。はい、はい、ありがとうございます。みんな並べる、並べたらいいけどついね。今日の走りはどうだったですか？一応1位だったけど、はいはい、目標のタイムには全然届かなかったんで、はい、この練習試合です。今日はあのいい走りしてましたよ。頑張ってですね。はい、おめでとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。2着でゴールしました。今日の走りはどうだったですか？最後に、はい、あの先輩に抜かれて殺されたので、はいはい、また来年あるので、はいはい、また来年は先輩の記録を越しつつ、はい、また20秒以上早く走れるように頑張りたいです。来年は逆転したいね。はい、頑張ってね。はい、はい、ありがとうございます。
疲れ様でした。お疲れ様でした。3着でゴールしました。はい、で今日の走り合い、どうでしたか？まあ、3位っていう結果は出したんですけど、はいはい、やっぱ自己ベストにギリギリ届かなくて、はいはい、そういうところを一つずつクリアして、はい、いいタイムが出せるようにしていきたいです。来年はもうちょっと頑張りたいね。はい。はい、今日どうもお疲れ様でした。した いい走りでしたよ。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。今日の3キロ の意気込み、あるいは自分の目標なども聞かせてください。目標タイムで走れるように頑張ります。はい、はい、頑張ってね。はい、今日は制限もたくさんあると思います。はい、はい、頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもお疲れ様です。今日の3キロの、意気込み、あるいは目標などがあったらちょっと聞かせてください。はい、自己ベストを出すように頑張りたいです。はい、一生懸命頑張ってね。今日は声援もたくさんあると思います。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。スタート30秒前です。ファイト。最初の1キロの入りが遅くて、そこからもあんまり粘れなくて、あんまり納得のいくタイムで走れなかったです。最後にいい走りしてましたよ。ありがとうございます。頑張ってました。はい、よく頑張りましたね。はい、ご苦労様でした。ありがとうございました。どうもお疲れ様です。めちゃくちゃゴールしました。はい、今日の走りはどうだったですか？いや、もうちょっと前のあかりちゃんにつけ、はい、ついて走りたかったですね。そしたらタイムが出たはずなんですけど、いつもここの壁です。はい、頑張ります、これから。一生懸命頑張ってください。はい、どうもご苦労様でした。はい、ありがとうございます。どうもお疲れ様でしたね。お疲れ様でした。3着でゴールしました。今日の走りはどうでしたか？途中から粘れなくて、それが結果にも出てしまったので、はい、次はもう少し途中を粘りたいです。最後まで頑張ってたよ。もう走りしてました。ありがとうございます。どうも お疲れ様でしたね。はい、お疲れ様でした。どうもお疲れ様です。お疲れ様です。
一般の、はい、10キロの意気込みなどもちょっと聞かせてください。あ、はいはい、私まあ、40分切れればなと思ってますので、はいはい、すみません、よろしくお願いします。今日はあの、沿道からの声援もたくさんあると思いますので、はい、一生懸命頑張ってください。あ、はい、ありがとうございます、はい、お疲れ様です、はい、どうもお疲れ様です、ね、お疲れ様です、今日 の、はい、あの10キロの、はい、意気込み、あるいは、はい、自分の目標などがあったらちょっとお願いします。もういつもこの大会にはあの、はい、年末最後の大会として参加させてもらってますんで、はい、もう年長ランナーなんで、はい、怪我をしないように頑張ります、はい、よろしくお願いします。マイペースで頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます。今日は声援もたくさんあると思いますので、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございます。お疲れ様です、はい、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です。今日の10キロの、はい、意気込み、あるいは、自分の目標などがあったらちょっとあの聞かせてください。そうですね、まあ、自己ベストと、はい、まあ、フルマラソンにつながる走りをしたいなと思ってます、はい、今日はあの沿道から の、 あの声援もたくさんあると思いますので、はい、頑張ってください。頑張ります、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日の意気込み、あるいはあの自分の目標などがあったらちょっと聞かせてください。県会主の選考になるので、はいはい、まあ、メンバーに、はい、まず第一メンバーに選ばれるように精一杯頑張りたいと思います、はい、今日は一生懸命頑張ってください、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもお疲れ様です、はい、あの今日の、2キロ の、はい、あの意気込み、あるいは、はい、あの自分の目標などあったらちょっと聞かせてください、はい。今日の10キロの目標は、はい、自分は10キロの初レースって緊張はしてるんですが、ですがやっぱ果実を背負ってこっちに来ているので、はい、しっかりと先頭に食らいついて、はい、粘り強い走りができたらいいなと思っています、はい、今日はあの遠慮から声援もたくさんあると思います。一生懸命頑張ってください、はい、ありがとうございます。日向に出るだけでこれかい。一着でゴールしました、ね、はい、今日の走りはどうだったですか。いや、今日、まあ、ちょっと調整があんま良くなかったので、はいはいはい、まあ、万全ではない中で、はい、まあ、とりあえず一着を取れたんで、はいはい、最低限良かったかなと。あの最後の走り良かったですよ。ありがとうございます、はい、頑張って良かったですね。まだまだまだキレが足りないんで。どうもお疲れ様でした、はい、ご苦労様でした。どうもご苦労様でした。お願いします。2着でゴールしました、はい、今日の走りはどうだったですか。まあ、前半先頭に出て、はい、まあ、集団を引っ張ることができたのは良、はい、まあ、かった点 で、はい、ですが折り返してから、はい、まあ、先頭に出てそこに切り替えてついていくことができなかったのが、はい、まあ、今日の反省点です、はい、ですが、はい、ですが、まあ、しっかりと、はい、まあ、自分が予想していたタイムに近いタイムが出せたので良かったです。頑張ったですね、はい、で最後もあの右走りしてましたよ、はい、ありがとうございます。ご苦労様でしたね。ありがとうございました、はい、ご苦労様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今3着でゴールしましたけども、はい、今日の走りはあのどうでしたか。はい、まあ、なかなか、はい、まあ、でも今
までやってきた分は出せたんじゃないかなと思います。まあ県会一周の本番とかに向けてまだもっとレベルアップしていく必要があるので、またこれからもチーム一丸切磋琢磨しながら頑張ります。はい、一生懸命頑張っちゃったね。はい、どうもご苦労様でした。はい、ありがとうございました。はい、ご苦労様でした。ラストファイトです。ファイト頑張れ。